はい、総ボクシングの井上です。今回は相手に反応させず当てるノーモーションのパンチの打ち方を説明いたします。ノーモーションのパンチは何かと言いますと、まずモーションというのは予備動作のことですね。つまり打つ前にこう、例えばジャブでしたら手を下げてから打つとか、手を一回引いてから打つとか、腕だけで言いますとそこなんですけども、あと体ですね、打つ前にこう例えば体ちょっと引いちゃうとか、あとステップもそうですね、リズム取っててこう打つ前にこうちょっと一瞬溜めるとか、そういうのが指動作なんですね。モーションということです。でそれをなくすのがノーモーションということなんですね。でノーモーションのパンチっていうのは基本的にはジャブとかストレート系のパンチ、右ストレートで、駆使して打ちます。でフック、アッパーボディとか、まあ、大まかに分けてパンチありますけども、まあ、それぞれフック、アッパーボディというのはやはりその所定の位置に持ってってから打つものですから、アッパーもそうですね、ボディもそうなんですけど、ですからなかなかノーモーションというのは実現しにくいんですけども、まあ、打ち方といえばあるんですが、それはまた違う動画で説明します。で今回はジャブで、ノーモーションを打つというのを説明いたします。でこのジャブでノーモーションを打つというパンチが打てるようになるとですね、こう戦いを有利にも運べますし、そのパンチが自分のこの、支えになるわけですね。戦っていく上で支えになりますし、まあ、こう劣勢だった時とかも、こうジャブで組み立てて盛り返していくようにもなります。でこのジャブで、ジャブというのが、まあ、左を制するもの、世界を制すると、よく言いますけど、まあ、そこは、まあ、左いろいろ多彩に打つっていうことなんですけども、このジャブで、この当てれる確率が高いパンチを持ってるっていうのがすごく大切です。ボクシングをやっていく上で。で僕は昔、この10代の時に、ボクシングやる前にキックボクシング始めたんですけど、その時先輩のこのチャンピオンの人にそのノーモーションの大切さを教わったんですね。でそれまではこうスパーリングの先輩とやってても他の先輩とやっててもこう何を当てていいかわからないんですよね。でそのノーモーションの大切さを教えてもらって、まあ打ち方も教えてもらったんですけど、でそれでこう自分が当てたいと思った時に当てれるようになってきたんですね。でまあ他の先輩とやった時にこう当てれるもんですから、そのスパーリング終わった後にどうやって打ってんのって聞かれて嬉しかったっていうことがあったぐらい、このジャブでノーモーションというのがすごく自分の中で成長させていく一つのきっかけになりました。ですからすごいその人には感謝してますね。ですからその時ノーモーションの大切さ、打ち方、まあその人なりの打ち方なんですけども、教わってからまあ10年以上こう僕は活動、プロで活動したんですけど、その中で自分なりにノーモーションを打つ意識の仕方とか打ち方っていうのが蓄積されていきましたので、それをですねこの動画でお伝えしようと思います。でノーモーションの話をする前にですね、この速いと速いの説明をいたします。速いっていう漢字には2種類ありますよね。相対の相と速度の速です。でみんなこのパンチの速さは速度の速ばかり意識するもんなんですね。どういうことかと言いますと、じゃあ速度の速、スピードですよね。速く打つっていうと、例えばですけど、こうやると速く打てますよね。こうやってやると速く打てますよね。例えばですけども。で、この拳が出発して相手に到達するまでのこの速さを、まあ速度の速で速い。とは言いますけども、それよりも、今回の話では相対の相の速いの方が大事だと、当たる確率、そっちを意識した方が当たる確率が高いという話なんですね。
で、速度の速、パンチのこのスピードは、これは身体能力で、毎日たくさんパンチ打って練習していれば、自然と速くなってきます。それは当たり前ですけど、サンドバッグ打ったり、ミット打ったり、練習一生懸命やってれば速くなります。ただその、相対の層、こちらの速いっていうのは、なかなかこう、知識がないと、できないものですから、今回説明してるんですね。で、先ほどの速度の速の速いパンチ。まあ、こういうふうに先ほど説明しましたけど、それよりも、相対の層、例えば、こう構えてて、こうやって打つよりも、この方が速いっていう意味なんですね。当たるんですね。相対の層です。速い。この相対の層の速いを意識しましょうっていう話です。で、それを打つために、じゃあどうやって練習して意識するのかっていうのを今から説明します。まず、僕はあまりこれは意識しないんですけど、まあ、いろんな世界チャンピオンを見てると、例えばここ、おそらくここ意識してるだろうなって感じるところがあるんですけど、構えてるときにこの肘を上に上げるっていう意識ですね。こうやって打つとか。で、あと拳がもう相手にこう到達してると、こう置きに行く感覚で打つ。こういう世界チャンピオンもいます。で、まあこの二つも、まあいいと言えばいいんですけど、僕からのおすすめの意識の仕方としてはですね、拳がここにあって、ここから出るという意識ではなくて、この一個前、ここからパンチが出るという意識をして打つんですね。そうするとノーモーションになりやすいです。こう拳をこう返すことなく、ここから出るという意識ですね。で、まっすぐ打って、まっすぐ返してきます。で、ジャブはどうしてもこう、手首が、まあ、最初こう、打つときは力入れないっていうのが、ボクシングの力の入れ方ですけども、こう、しなりやすいんで、これをまたモーションとして読まれて、避けられてしまいますから、それをなくす一つのコツとしては、まあ、力抜いとくんですけど、ちょっとこう、手を、こう、なんていうんですかね、ちょっとだけ上げて、こう、掴みにくい感じ。ね、どうしてもしなってしまう人は、ここを意識するといいと思います。ちょっとこう、手首を、まあ、こう、だらっとするのではなくて、ちょっとだけ上げて、こういう感覚で練習してみてください。これも一つだと思います。それは全てではないんですけど、そういう意識の、仕方ですね。で、練習の仕方としては、まず一つは、おでこにつける。ということですね。こうおでこにつけたまま、スパーリングとかでもやってみても欲しいんですけど、おでこにつけると、もうこれ以上下げたり、後ろに引いたりとかってできないです。できないですから、このままシュッと打つ。っていう練習の仕方ですね。で、もう一つは、構えてるときに、右手でこう、まあこれはシャドウで、自分で鏡見て練習するときにやってほしいんですけど、手で押さえていくってことですね。で、左手はグッと前に出す力を加えて、右手はそれに対して押さえると。で、押さえて、パッと。パッと。こういう風に打つ練習を何度かします。で、実際に打つ練習をするときに、その右手で押さえられていることを思い出して、シュッと、打つ感じですね。はい。そうすると、この拳一個前から出やすくなります。しなりづらいってことですね。まあ、それが、意識の仕方と練習の仕方ですね。で、あと、まあ、細かくと言えば、拳は、総合棋の考えでは、こう、立てたまま、打った方がですね。まっすぐ、打った方がいいという考え方です。こう、当たる瞬間に返すっていう、考え方もありますけど、ノーモーションで当てることを最優先に考えたときに、まあ、そこまで返すことを、にこだわる必要もないかなとは思っています。ですので、立てたまま打ちましょうと。で、あとですね、まあ、この、手打ちで打つジャブが一番ノーモーションやりやすいんですね。で、こういう腕先でこうやって打つパンチを言ってるのではなくて、構えてるとこからまっすぐ打つんですけども、このパンチが打てれば、例えばこう、当たって、で、パンチもらってる、まあ、芯外してたとしても、パンチもらって気にしない人っていうのはなかなかいないですよね。まあ、いないっていうぐらい言ってもいいかなと思いますし、パンチが、まあ、芯をずれてたとしても、こう当たれば、次打つときにこう、それちゃうんですね。っていうこともありますし、この当てることっていうのがすごく重要で、そのことを意識してもらいたいですね。ですから、当たっても気にしない人はいないと。まあ、当たっても前進して、やってるボクサーも
まあ、絶対いないとは言わないですけども、まあそういう前提では考えずに当てることを大事だっていう話をしてるんですね。まあそれに、まあプロになってくれば拳も、あのグローブも小さいですから、こう目とかもらってると腫れてきますしね。まあそのジャブをコツコツ当てるというのがすごく大切です。で、あと注意点なんですけど、まあジャブもちろんなんですが、こう打った後に、まあ拳ここから出るっていうふうに先ほどずっと申し上げてますけども、まあその練習で打った後にこう手下げないことですね。こう下げやすくなってしまうんで、そこはやっぱりきっちり意識して打ったら戻すと。まあ僕のおすすめとしてはおでこまで戻すということですね。まあたとえノーモーションだって言っても必ず避けられないっていうわけではないですね。つまりそのどうしても体でモーション出ちゃったとか、足でノーモーション、モーション出てしまった時とかは避けられてしまいますし、まあ反応のいい勘のいい選手でしたら避けられることもありますから、打った後は左手をガードに回すとか、そういった意識が必要ですね。はい、ということで今回はノーモーションの、まあ、ジャブですね。あと右ストレートも、ノーモーションで打てないことはないんですけども、まあ、体返す分モーションは出やすいですね。でも理屈的な相性です。拳が1個ここから出るように意識して、まあ、練習の仕方も同じですね。という意識して、右ストレートのも、キーギルのパンチですね、もう練習してみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございます。